ねえ、誰か私のドライヤー知らない？水色のやつ。お風呂に入ったのは自分が最後でしたが、洗面所にはありませんでしたよ。部屋の鏡台のところじゃない？ほら、あった。リサチ、ありがとう。使ったらすぐトランクに入れておいた方がいいよ。昨日今日と連泊だったけど、明日は別のホテルに移動だからね。はーい、分かってます。他のみんなも気をつけてね。うっかり忘れ物でもしたら大事だよ。あと明日もちゃんと自分たちがかけたアラームで起きること。先生からのモーニングコールで起きたんじゃ準備が間に合わないからね、カオル。明日こそ一人で起きてみせるとも。明日こそ。瀬田さんが朝弱いのは正直意外だったわ。わかる。このメンバーだと朝起きれないのってユキナちゃんだと思ってた。リサが早すぎるだけで私は普通よ。昨日も一昨日も一番早かったのはリサだったそうだね。私髪とか時間かかるからどうしても人より早起きになっちゃうんだよね。それより今日は何して遊ぶ？やっぱりトランプ？昨日はユキナちゃんが寝てからすっごい盛り上がったんだよ。あれからまだトランプを？ヒナは本当に元気ね。私も今日はそこそこで寝たいかな。ちょっと疲れが溜まってきてる感じもするし。じゃあ自分がリーダーを代わりましょうか。明日の自由行動はリサさんが行きたがってたショッピングモールですし。うんうん、ありがとうマヤ。でも大丈夫、ちゃんとするから任せておいて。ねえトランプ。はいはい、ババ抜きはヒナが強すぎるから今日はジジ抜きでいいよね。ジジ抜きね、別にいいよ。そうだ、私からも提案。そろそろ普通にやるのも飽きてきたし、負けた人は最近やった恥ずかしい話をするのとかどう？恥ずかしい話？人に話すようなことがあったかしら。恥ずかしいとなると難しいかもしれないね。失敗すら儚く輝く、それが瀬田薫の人生なのだから。私も今すぐには出てこないけど、頑張って思い出せば何かあると思うし。マヤ、もしかしてこれ。そうですね、恥ずかしい話が恥ずかしいのは自分とリサさんだけかもしれません。よし、それじゃあジジ抜きスタート。なんか納得いかないんだけど。右のカードです。あ、揃った。やりました、恥ずかしい話回避です。はあ、ドキドキしました。というわけで恥ずかしい話をするのはユキナちゃんだね。始める前にも言ったけれど特にないわ。小さいことでもいいよ。学食に行ったけどお財布忘れたとか。恥ずかしい話なんて本当に何も。あ、この間サークルに行く途中、白い子猫だと思って追いかけていたのがビニール袋だったことがあったわね。でもこんな恥ずかしいこと話せるわけが。ユキナ大丈夫？トランプの罰ゲームなんて本当にどんな話でもいいんだよ。やっぱりない？パスする？そうだ、あの話は？どの話かしら。ほら、この間修学旅行に持っていくものの買い出しをユキナと二人でしたじゃん。そういえばユキナがいつも使ってるのど飴が切れそうじゃなかったっけって話から、修学旅行に関係ないものをどんどん思い出しちゃって、最終的に気づいたら江戸川楽器店でベースの弦を選んでたんだよね。もしかして足りないものをいろいろ思い出したのはリサさんですか？
そうだよ。それってゆきのちゃんの恥ずかしい話っていうよりリサチーの恥ずかしい話じゃない？あれ？言われてみればリサ面白かったからオッケー。もっと宿題忘れちゃったとか地味な話が出てくるかと思ってた。宿題か。最近量が減ったから忘れることも少なくなったよね。ですね。受験勉強に専念してほしいという理由で3年のこの時期からは宿題をほとんど出さない方針らしいです。それ私一般入試だから本当助かる。自分もです。この中で総合型選抜は湊さんだけでしたっけ？そうね。もう結果を待っている状態よ。え、それは緊張しますね。しかしシェイクスピアはこうも言っている。運命とは最もふさわしい場所へとあなたの魂を運ぶのだとね。私たち全員半年後には進路が決まってるんだよね。改めて考えるとなんか怖いな。え、なんで？うまくいけば大学生でしょ。なんか実感湧かないっていうか、その頃の私たちがどうなってるんだろうとか考えない？そんなに変わらないとは思うけど、高校生だって大学生だって私は私だし確かにひなは今と変わらずやりたいことをやって過ごしていそうだね。そうね。なんとなく想像がつくわ。ひなさんのルンはきっと大学生になっても健在ですね。当然。だって大学って知りたいことを知れるところだよ。ルンってしないわけないよ。ひなは強いな。大きなあくびね、リサ。ごめん。おや、いつの間にかこんな時間だね。明日のためにそろそろ眠ろうか。もう？ねえねえ、もう一回だけでいいからトランプやろう。